タートいたします。シグナルにご注意ください。はい、新年スタートしてきました。綺麗にクラッシュがなく流れていく。おっと、ちょっと接触だ。さあ、綺麗に飛び出した。抜け出したのは橋本選手。トップの車、オレンジ色のトヨタ8区、そして2位が西岡選手、佐藤選手、勝ち上がった藤枝選手、吉田選手、バスボシ選手の順で続いていく。さあ、1位はストレート、1、2、3とストレートが違っていく。ここのペース、おっと、隣の面を選んだら、壁に接触してしまった。これが1位の橋本選手、若干だけになった。リードの差を一気に引いて、通力を止める。ここ、立ち上がると、いよいよ2位が待っている。さあ、しかし2位の佐藤選手もここで離れに待ったということで 1.8 秒離されずについていく。さあ、トップの車、今されてる車、今立ち上がっていった車、おっと、これトップが別なコースに刺さった。ここで順位が変わっていくぞ。さあ、佐藤和也選手トップに上がってきた。おっと、ここで2位の北口の選手がフラッシュ。佐藤選手が逃げ切りやすい体勢となってきた。さあ、ここで佐藤選手が今ストレート、最終からインピークに入る。オレンジとシルバーのシーン、それを追いかける橋本選手、濃いオレンジのトヨタ86、こっちの中島選手、そしてそれを追いかけるのが藤浦選手。藤浦選手のマシンはシルバーとブルー、今外周からインピークに入ってきた。これが藤浦選手の車だ。その後、吉田選手、浅野選手、西岡選手の順。さあ、トップの佐藤選手、さあ、インピークとそれに離されないように深いオレンジ色の持ち力もついていく。今トップの車はストレートから外周インピークと、おっと、トップの車はボボンと一周に転がった。これぐらいの横転はですね、自分で戻れば大きなストライクにはならない。残り時間1分15秒。1位佐藤選手と橋本選手の差は 0.88 秒になっている。残り2分間、佐藤選手が逃げ切れるのか。さあ、佐藤選手の車、何周から逃げ切ると、今コース中央、この辺りのシルバーのマシン、それを追いかけているのが濃いオレンジ色の車、こちらの車トップ、ストレートからインピレルに入っていく。こちらの2台が1位の2位、おーっと、今若干2位の車がだんだん踏みついているなというふうに言おうと思った瞬間、橋本選手ちょっと壁に引っ掛けてしまった。おーっと、今度は中央の2台を引き一つ、本人もちょっと苦笑いだ。23秒止まり。さあ、これでトップの佐藤選手ちょっと楽になってきた。さあ、今佐藤選手のマシンはこれからケースブラインから大進撃で結構残りが8秒。さあ、これは見えた目にいけるのではないか。はい、ここでタイムアップ。2コースゴール、5コースゴール、4コースゴール、1コースゴール、6コースゴール、3コースゴール、全車ゴールです。勝ち上がりを決めたのは4コース、佐藤選手、やってください。